してしまった。二人もこの僕が命だ。軽いはずがない。僕に勝手に人を裁く権利があるのか。いや違う、いつも思ってたことじゃないか。世の中腐っている。腐ってる奴は死んだ方がいい。誰かがやらなくてはいけないんだ。自らの精神や命を犠牲にしてでも、このままじゃいけないんだ。もし他の誰かがこのノートを拾ったとして、この世に不必要な人間を消すことのできる奴がいるか。いるわけがない。でも僕にならできる。いや僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで世の中を変えてやる。まずは地球の掃除と思って凶悪犯の名前を書き続けた。やがて誰も悪いことができなくなるように。そして罪を受けて当然な悪人が心臓麻痺で死んでいく裏で、道徳のない人間、人に迷惑をかける人間を病死や事故死で少しずつ消していく。そうすれば確実に世界はいい方向に進んでいく。そして僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。